マツダ T1500 の三角窓三角窓とは、開閉することで室内の換気を行う自動車の機能部品の一つ。ダクトと強制送風ファンによる換気装置が普及していなかった、あるいは品質や信頼性が低かった時代の重要な快適装備の一つである。多くはフロントドアウィンドウの前寄りに装備されており、垂直軸で回転して開閉し、開く角度を調節することで、 走行風を利用した外気の取り入れや、負圧を利用した内気の吸い出しによって、室内を換気することができる。鉱石の快適性が重視される高級車では、リアドアにも、ステーションワゴンや SUV では、リアクォーターウィンドウに備わるものもある。三角窓は、日本での通称であるが、その形状は、必ずしも三角形とは限らない。英語では、ベンチレーションウィンドウ。 あるいはバタフライスクリーンとも呼ばれる。また、前後のドアやリアクオーターウィンドウに設けられるディビジョンバーで隔てられた小型のウィンドウガラスを開閉の可否に関わらずクォーターグラスと呼ぶこともある。1920年代以降、乗用車に屋根付きのクローズドボディが普及するにつれ、内気と外気の換気の検知から車体外反を開閉して外気を導入する。 原始的なベンチレーターが装備されるようになった。だが、構造の単純さゆえに閉鎖時でも隙間風が入りやすい問題があり、改善が望まれていた。対策は、ゴムシーリングで機密性を高めるとともに、排出される室内機と同等以上の外機を導入することである。1930年代初期にゼネラルモータース参加のボディ仮想メーカーであった。 フィッシャーボディ社は、ここに着目して、ノードラフトベンチレーションを考案し、1933年以降の GM 系列各社に採用された。前席ドア窓の前寄り部分を回転式の独立した小型窓とし、適度に開閉することで、窓前方から外気を導入した分、外圧と窓後方の負圧で打ち気が吸い出される構造である。 公安当初の1930年代前半、自動車は乗用車であっても流線が高い以前のスタイルで、フロントウィンドシールドが垂直近くに立っていたため、この換気窓は三角窓ではなく四角形に近かった。GM の方式は実用性が高かったため、第二次世界大戦直後までに多くの国の自動車に広まったが、その過程で自動車の流線が高が進み、 フロントウィンドシールドの傾斜が大きくなると前方ドアもそれだけ前端が傾斜した形でデザインされるようになりドア前端に位置する換気窓は1940年代末期までには必然的に三角形を呈するようになったパノラミックウィンドウのフロントウィンドシールドと三角窓の例アメリカ社ではフロントウィンドシールド取り合うウィンドウに 大型の曲面ガラスを用いたパノラミックウィンドウが流行し、それらは見晴らしの良さとスピード感を表現するため、フロントピラーの上側が前方にせり出しており、三角窓は逆台形となっていた。三角窓は回転角度で換気量を調節でき、走行中であればファンを回すモーターなどの動力が一切不要で便利な機構であった。 このため1950年代には採用していない自動車の方が珍しいほどに普及したが、1960年代以降廃れていく。原因としては自動車スタイリングの流行の変化、コストダウンに伴う単純化などの影響もあったが、1960年代以降、カーヒーターとセットになった強制送風式の配管構造を持つ内蔵ベンチレーションシステムが普及し、 あえて三角窓を採用する必要性が薄れた点がある。また、当時、安全対策への意識が向上する過程で、三角窓の窓枠が車内外に突出することによる事故時の乗員負傷、車外の歩行者に接触する事故の危険性が問題視されるようにもなった。さらに高速時には、風切り音の発生源になることや、悪天候時の換気には使いにくいこと、 駐車中に三角窓を割られ、車上狙いや自動車自体の盗難被害につながる端緒もあり、1970年代までには市場の自動車における換気機構としてはほぼ捨てれた。ただしモデルサイクルの長かった5.4ナンバーフルサイズクロスカントリーカーでは1990年代まで生き残ることになった。ただしクロスカントリーカーやトラックの一部では カーエアコン装着率の低いシムケ地への輸出を考慮し、現行車にも三角窓が見られる。日本国内向けモデルにも輸出向けとの共通化や自然の風を感じる楽しみを残す目的から新規車種で三角窓を装備するものがあった。換気用三角窓とは異なる性格のものに、オープンカーのフロントウィンドシールドフレームの走行中の揺れを防ぐ目的で設けられたものや、 最近のミニバンなどフロントピラーの付け根がドライバーの視点から遠い車種では視覚削減のために A ピラーと A ピラーの間に三角形の窓を配す場合があるが、これらは単に窓の形状が三角形であるだけであり、旧来の換気窓としての三角窓の範疇には入らない。特定の時代の自動車特有の装備であることから、 ノスタルジーを感じさせる点でも重要なアイテムで、旧車趣味人には実用面と合わせ、これを好むものが多い。低価格の大衆車や乾燥を胸とするスポーツカーの一部では三角窓は省かれる場合がある。それに対し、高級車ではパワーウィンドウの一環として電動開閉式を採用するものが多く、日本車ではセンチュリーやプレジデントが早くから 電動式を採用していた。特に、これらの大型車は、鉱石居住性重視のため、リアドアの三角窓も、電動式となっていた。また、小さいドアに、大きなドアガラスを収納しきれないため、三角形や、台形の窓を設けて、ディビジョンバーで窓を分割する例は、リアホイールアーチの逃げが必要な4ドア車のリアドアで、しばしば見られるが、リアドアではない例として、 イスズ117クーペのドアガラスがある。ありがとうございます。